はい、どうも七瀬でございます。今回はブレワとブレロックのこの星1の、モブキャラたちの名前が面白すぎるとのことで、ちょっと今回はちょっとこの星1のキャラクターたちの名前をちょっと見ていきたいと思います。まずこのタイトルに設定してるやつが今自分の中で一番好きなんで設定してるんですけど、ちょっと名前がね本当に面白いんですよね。これよく見てみると、チーム Y コナン新一だって言ってるんですけど、これ名前コナン新一なんですよね。これマジで本当運営遊んでるんじゃないかって思うぐらい本当面白くて、どこぞの探偵でしょうかね。これサッカーしながら推理でもするんでしょうかね。やはりねちょっとボールも蹴っていたんで、だからブルーロックの方にも参加していったんでしょうか。見た目は違いますが、はい、今回はね星1のキャラクターが全員いないので、ちょっとゲームミスさんの方のページを覗いて星1たちのキャラをみんな見ていこうと思いますね。はい、まず1体目ですね。チーム W からです。名前は次元昇さんですね。次元昇さん。どこかで見たことあるような名前してますね。騎士感もすごいです。このキャラデザもね、どっかのね、ちょっとキャラクターに似てるかもしれませんが、サッカーではなく、コンバットマグナムを使用しているんでしょうかね。ちょっと、リボルバージュ使って、サッカーでもやってるんでしょうか。何を言っているんだ。まずは、1体目、次元昇さんでした。ポン。はい、続いて2体目ですね。こいつはチーム X からですね。名前の方は、そのようなこともあろうはずがございません。ドコモユーザーさんですね。はい。ですね。ちょっとこれ名前で遊びすぎじゃないと思うんですけど、本当に、ドコモが好きなんでしょうかね、このキャラクターは。はい。もうドコモユーザーなんでしょうね。この人の契約している会社は。はい。もう名前からもね、もう、かなり伝わってきますね。ドコモユーザーなんでしょうね。はい。続いていきましょう。ポン。はい、続いて、3体目に紹介するキャラクターは、チーム X からですね、また。名前の方は、英雄ツコーテルさんですね。運命の糸がまたここで絡み合ったか。このキャラも契約会社は英雄なんでしょうか。英雄ツコーテル、英雄使ってるんでしょうかね。はい、もう素晴らしいと思います。はい、ちょ本当に意味がね本当に名前で遊びすぎじゃないかって、運命さんって思うかもしれないですけど、これは面白すぎますね。英雄使ってるんですね。はい。英雄使ってそうな顔ですね。ワンでーす。はい。続いていきましょう。ポン。はい。続いて紹介していくのは、チーム V からですね。名前は、温めますみさんですね。はい。何を温めるんでしょうかね。温めますみ。ということでね、コンビニバイトしてそうな顔ですね。はい。温めます。み。はい。これだけです。何を言っているんだ。はい。はい、じゃあもう、次、ラスト、行きましょう。ポン。はい、もうこいつが優勝ですね。はい。僕の最推しですね。もう一番の推しです。チーム Y からです。名前は、コナン新一さんですね。はい。この方はね、もう本当に見た目も好きだしね、名前も本当に好きなんですよね。これ本当にコナン新一さん、はい、僕は最初にも紹介した通りね、本当にね、どっかのキャラクターにそっくりですが、名前が、はい、これ本当に使っても大丈夫なんでしょうか、皆さん。開き直るんじゃない。はい、ということでね、こんな感じになりますね。面白いキャラ、星1のキャラは本当運営が遊んでつけてるような名前が本当に多かったですね。他にも面白い名前とかオマージュしてるような名前があれば、ちょっとコメント欄とかにちょっと書いて教えてください。ってことでね、今回の動画終わりにしていきたいと思います。ブレバト配信とかもね、ちょっとしていくかもしれないから、
来れる人は来てください。ということでありがとうございます。はい、それじゃバイバイ。